引き目でいいけどね。オペン。こんなあれやん。あ、鍵開いてないか。やらせです。Thank you for coming today. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, vocês nova. こんにちは、サンナのゴスタイルです。こんな倉庫から始まったパーク開業シリーズも最終章です。まずはオープンした後の様子をご覧ください。さん、ありがとうございます。多分風の音がすごくて聞こえんやろな。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでオープン当日、オープンはですね、開店前から並んでいただいて大にぎわいとなりました。さあ、どうせなので可愛らしいストール練習中の兄弟に密着。でしょ、時こそ出来やな。二人ともナイスメイク。室内スケートパークなので雨の日はさらに賑わいます。マスマス。よー、大盛況ですね。大盛況ですね。ちょっと近づかせてくれるかな。営業するまで気づきませんでした。看板にライトがない。急遽脚立にライトを乗せてこんな感じで照らします。ちょっと薄暗い。ライトのパン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 。というわけでライトを作っていきましょう。この看板ライトはですね、家に転がっていたものです。これを改造して新しく作り変えます。まずはカット。次は L アングルもカットします。そして鉄筋もカット。 L アングルと鉄筋を溶接します。これはライトがつく土台になる予定です。ライトはですね、このメイドインチャイナ感が否めない 100V のライト使いました。防水です。これを全部合体させるとこんな感じで看板ライトが出来上がります。錆止めに黒で塗装してます。次は看板の柱側にブラケットをつけるための穴を開けていきます。これが一番嫌いな作業、カッココリ。穴開けてタップを掘れたら次はブラケットをつけます。これが支えるベースですね。なんかちょっと歪んでません？あれ？ここに差し込んだら完成です。かっこよくはないが、しかしめっちゃ明るい。タイマーつけたので時間でオンオフします。うん、駐車場も明るくなった。次は屋外パークを充実させましょう。まずはボックス。廃材を使ってやったのでちょっと骨組みが貧弱なんですけど大丈夫です。天板を貼って、さあお決まりのボパンを貼ります。これで完成。
ボックスができたら次はレールですよね。これは平板を切り出してます。足の部分になる予定です。一応エントリータイプとして角材を使って角レールにしました。足を溶接します。作りは簡単ですよね。足ができたらその上にさらに角材を乗せて完成です。サイズ感はこんな感じ、 2.3 メートルです。屋外パークのアイテムとかはいろんな人にいただいたりしてます。こんなバンクもあります。もちろん中のフラットスペースも自由に使えます。おじさんに依頼してこんなものを作ってもらいました。これはですね、ビギナーランプにターザンロープを追加する用のブラケットです。取り付けたい H コンに直角に邪魔な H コンがいるんですよね。それをかわすためにこのブラケットをつけます。こんな感じでワイヤーを貼れば出来上がります。いいね。ガンガン対策にバネも追加。無駄に綺麗。こんな感じになりました。もちろんクォーターにも追加したいんですけど、取り付けたい場所に H 鋼がないので鉄骨を追加してこんな風になりました。は？ターンを続けるとですね、ロープがよじれるっていう問題をスイベルで解決します。テイクバックの割に回ってなかったな。知らん。この動きをつけるとバレて せっかくなので使ってもらいましょう。ナイスよー。ターザンロープの動きも完璧ですね。狙い通り。滑ってる時に手を上げてしまうと H コンに手が当たってしまうってことで、危ないところは全部スポンジ巻きました。全体どうなの？これ全体。あれやな、ルイージの横ビーって感じ。そうなんですよ、あんだけ苦労して張ったネットスケボーに絡まってしまって取りにくいという声がありました。というわけで改良します。ここはもうネットを張らずにフェンスに変えました。他のフェンスと同様 H コート共に止めてあります。ここはもうネットを外すことがほとんどないので木で塀を作ります。この塀があればスケボーがぶつかって跳ね返ってくるのでネットに引っかかることが少なくなります。骨折して全然運動してないので、暇の時見つけてこうやってリハビリ運動不足解消しています。あまり派手なことすると左腕もいかれちまうんで。いや、これやってない人は本当にどんだけ偉いかわからん。彼がこの
カンピンタンのパークのオーナーのマー君です。みんなマー君って呼んであげてください。めちゃめちゃいいキャラしてるんで絡みやすいし、いい人です。僕もめっちゃお世話になってます。たまに喧嘩するけど、よろしく。一言どうぞ。ああ、一言よろしく。やっぱりおもんない人でした。僕スケートボードはストリートっていうジャンルしかあんまりやってこなくて、ランプほぼ未経験、ドロップインがちょっと怪しい状態でここ作り上げて、で作って自分で遊べないの結構恥ずかしいなって思ったんで、ここ1週間ぐらい毎日1時間ぐらいちゃんと練習しました。各所にスマホスタンドを設置したので、一人でも置き撮りができます。これでチェック。衝撃吸収されて、全然ダーンってやっても全然痛くないです。でみんなここで、僕も1週間ぐらい練習してこれぐらいにはなれるんで、みんなよかったら来てもらって毎日練習してください。ではこれでフェードアウト。できてない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 。今流れてる動画は今回のパーク開業シリーズのダイジェストです。僕は木工作業あんまり経験がなくて、ましてやスケートパークを作るなんて大プロジェクト、もちろん経験ありません。いろんなことが新鮮で、素人ながらに苦労してなんとか形にすることができました。全てが大変だったんですけど、終わってみれば全部楽しかったです。基本的にはオーナーと2人作業で、後半はオーナーが骨折したので黙々と1人でやってました。いつかパークの経営がうまくいったら作業費として給料出ますかね。僕としてはみんなが楽しめるようなパークになれば幸いです。まあもうこの時間とか労力とかお金とかかかったものに愛情とか愛着とか湧いてしまうたちなので、もうすでにこのパークが可愛くて仕方ないです。だから壊れたら直してあげたいので、そういうのを動画にするタイミングがあったらまたアップしていきたいと思います。とりあえずはスケートパーク開業せよシリーズ、今回で最後にします。手伝いに来てくれた方々、差し入れや ご協力していただいた方々、本当にありがとうございました。皆さんのおかげでこのパークは完成しました。あとは好きなだけ滑って楽しんでください。最後はですね、僕の友達の激うまスケーターフミヤとソラによるカンピンタンの紹介動画ちょこっと作りましたので、よかったらどうぞ。フミヤの YouTube チャンネルは概要欄から。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。